どうも、浦迫です。さあ、というわけで、名古屋のサコル会、決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋。名古屋で行きましょう。もう名古屋は私、第二のふるさとみたいなもんですから。ですよね。やっぱもう、レギュラーもたくさんやらせてもらってましたので。はい。さあ、詳細の方よろしくお願いします。はい。7月2日ですね。はい。約2ヶ月後。はい。7月6日です。何自分で編集したい編集者です。編集ってことが大事ですから。間違えました。7月。編集としてもおかしかったですけどね。言ってください。7月6日土曜日ですね。はい。名古屋の、なや橋劇場さん。なや橋劇場。なんか新しいとこなんですね。そうね。あ、そうなんや。スターズ366っていう複合商業施設の中に入ってるホールなんです。じゃあ俺知らんとこやろね。結構地元のニュースでも取り上げる。なんや、兄弟二人で。お前ら、なんや。やめやめで。オフかやめやめ。やめやめちゃうね。すいません。すごい素敵な劇場らしいです。なるほど。はい。隣にレストランとかもいいじゃないですか。はい。で、今回ですね。ほう。前回とのオフ会と全然違うところがありまして。全然違うとこ。なんですか？なんと、昼夜2公演あります。おー。やりますよ。オフ会で聞いたことないけど、あるんや。ありますよ。はいはいはい。まあでも何でしょう、より多くの方に参加していただきたいので、はいはい。夜だったらちょっと都合だるなって、ああ、なるほど。とかもあったんですよ。うん。なので、今回は昼夜2公演で、昼がですね、はい。1時スタートですね。うん。なるほど。はい。で、夜公演が5時半スタートで、ちょっと夜早めました、時間を。あ、その終電とかもあるからね。そう、前回は大阪で結構そういったご意見いただきまして。はいはい。はいはい。ちょっとそういう風にブラッシュアップして頑張っております。はい。でさらにですね、おう、もう一個大きくあることがあるんですよ。大丈夫なんすか、ハートの上げ方。何ですか。いいですか。おう。チケットに関しまして、はい、3つに分けました。おう。S 席、おう、 S 席、前に近いステージから近い、3列目までですね。はいはい。で A 席、はい、4列目から9列目までで、B 席ということで、10列目から12席。なんかおかしいっす。頑張ってます。今までは席の違いはなかったってことでしょ。そうです。だから、先着順で、後ろになっちゃったって人もいるんです。まあ、それはそうやわな。で、後ろで、あんまりちょっと宮迫さんの声とか聞こえなかったよってお声もあったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。だから、ちょっと今回は、そんなでも、わからんけど、はい。さらっとでよかったかもしれない。振り方の話かな、今の理由と。なんか、すごいことが、怒ったみたいな感じになってしまうから。そうです。別に、よくある、そういうイベントの席が変わるのは、よくあることですし。今の中だと、昼夜公演やりますよ。超えてこないと、あの振りが生きない。ってね。でもそう。二人でやりますか。いや、頑張ってますよ、俺は、これは。俺は、頑張ってますよ、皆さん。別に、注意とかでもなくて、はい、そんなに、際立てて言うようなことでもなかったかな。その S 席、より前で見れる席、SAB と、はい、席設けてますので、はい、ちょっと値段は変わってしまいますけども、はい、よろしくお願いしますぐらいの皿っていう言い方でよかったかもしれないな。やっぱ違いますね。え、切れてる？え、切れてない。いや、それはちゃんと切れてないです。できるか。俺ができるか。俺はケロだったら立ってもいや、もう。じゃあ言わない。いや、そう、確かに大阪の時、結構、後ろの人ちょっと置いてきぼりかなんとなかったのか、距離遠くて。ちょっと遠かったね、確かに。そうなんですよ。で、アンケートでもやっぱそういう声いただいてたんで、まず席はちゃんとお値段差別化しようっていうのと、あとコンテンツとしても、ちゃんと後ろの人も巻き込めるようなちょっとコンテンツをやりたいなと思ってるんで、あんま置いてきぼりにならない。そこは前回の反省で。そうです。ほんま値段一緒でさ、この、流れる客席みたいなやつやけどね、僕、音流れて。何かかんねん、その、この設備に。席や、僕、回っていく。流れるプール的なやつ。チケット跳ね上がるわ、だとしたら。逆に。でも、この人が、ここでなんか面白い話を振りをしたときに、この人がどんどんって、オチがこっちやったら、オチだけちょっと聞こえにくいねんけど、全然盛り上がらない。そこだ、すごいな、やっぱな。すごいな。違うわ。実際の、もう流れるプールであったから。営業でイベント？そうやで。どういうことですか？あのプール、でっかいプールのイベントで、流れるプールの前にステージがあって、漫才とかネタするわけやんか。ほんじゃ、振りだけ聞いて流れていく人って、
落ちた気っていう人おるから何のことか分からへんってマジっすか。あったあった、そんな営業山ほどあったよ。すごいなそれそうそうそう、ちょっとそっちの方向性でやってしまった。なんで何千万かかんねんお前そのとこ移動資金にするの立ちながらこう移動して自力で動いてください誰が来んねんそんみたいなね一応そういうのがないようにちゃんと席はちょっと SAB と分かれてますので、はい、それは情報を見ていただいて、はいはいはい、ぐらいのことですか。はい、まあ、うん、あとは、はい、1部と2部で、はい、まあ、全く同じ内容じゃなくて、うん、ちょっとでもなんかまあ、ちょっと違う楽しさとか、そうね、両方楽しんでもらえるように投資でも楽しんでもらえるように、もちろんもちろん、ちょっと考えたいですね、やりたいと思いますので、ここからじっくり考えていきましょう。皆さんもうお越しください、よろしくお願いします。まあ名古屋ですから、そうですね、僕はちょっと前乗りしたいな。何したいですか。名古屋、やっぱ名古屋味仙は食いに行きたい。ああ、ちょっと僕行ったことないですよ味仙。ああ行くべきですね。でもね、味仙も何店舗かありますので、やっぱりちょっと本店の方に行っていただき、ただ本店はちょっと並びます、ちょっとで結構並ぶ可能性ありますけど、うん、あと名古屋で焼肉屋美味しいとこ出てると思うんですよ、はい、おばちゃんがやってるよ。ああ、白さんかな。ああそうそうそうそ う, そう、あれ美味しかった。白さん美味しいです。牛タンねがめっちゃ、あれ薄いんでしょ。薄切りなんです。薄いんですよ、今流行りの厚切りじゃないんですよ。バブル時代に流行った薄切りのね、もう一瞬焼くだけで食べる、あれうまい。美味しかった。牛刺しぐらいの薄さですから。あ、いいですね。前乗りいいですね。前乗り TV ポートしてしちゃいます、ね、ちょっと楽しみたいね、名古屋は。そうっすね。うん、いやもうヤバトンも食いたいな。ヤバトンいいっすね。え、あ、ヤバトンはそのあれですか、名古屋で食うの違うんですか。店舗で食うとね、そのヤバトンなんかお弁当みたいなのもあったりもするけど、あ、銀座店舗ありますか。え、あ、そうなの。都内にもあるんですよ。銀座の店舗もうまいとは思うよ。でもやっぱりね、本場で食うのがやっぱ美味しいですわ。なるほど。何でもそうやと思う。551とかもさ、うん、その、はい、ね、お持ち帰りの肉まんが有名やけど、うん、店舗の中華とかやっぱ美味しいです。あ、そうなんだ。ちゃんとしてます。お食事関係の話で言うと、本当に、うんうん、会場の後ろがレストランだから食べれます。え、どういうこと。会場内に多分そのステージ的な施設とレストラン併設されてる。同じフロアにある。見ながら飯食えると。あ、仕切りはあります。ああ、ですけど、はい、そこそちらで食べることもできると。そうなんです。へえ、ぜひ楽しめると思いますので、はい、お越しください。チケットは、はい、はい、チケットの販売開始がですね、はい、5月6日なので、2ヶ月前、はい、うん、この公開が5月3日なので、うん、3日後から3日後です、はい、販売開始なので、はい、ぜひ皆さん12時に販売開始なのでよろしくお願いします。はい、概要欄と SNS で、はい、どしどしお越しください。これどうする。昼公演はいっぱいけど夜公演7人とかどうする。7人は7人でめっちゃ濃いイベントできますよ。なるほど、前向き。すごいのができますよ。もしそうやったら、すいませんけど、かぶっていただいて、一人12万とかでやっていただいていいですか。それは本当にすいません。まあでもそれぐらいのプレミア級のイベントになりますよ。もういろんなことできますからね、何も。そやな、マンツーまでなんかトークできるしね。みたいなことは。お願いだから来て。怒らないようによろしくお願いします。来てください。というわけで、はい、タコロ会名古屋編の、宣伝でした。はい、宣伝おかしいな。告知でした。告知でした。はい。はい。仲良くしや、二人。どうだ。なんすか、なんかちょっと、ギスクし。いや、そんなことね、切れてる？切れてくるのは。めっちゃ頑張ったね。それを求めてんねん。なんでおちょぼ口なの。え、違うんすか、違うんすか。まあさあ、俺切れたって大したもんですよ。量の伸びしろすごいな。伸びてないんだ。早く終わろう。はい、終わろう。終わりです。はい。